いや僕はもう3人体制で行くならもう川島選手かなとは思ってますね。なるほど、はあ、個人的には俺柴崎選手外れると思って、お外れると思って編集長その能力だけで選んだ方がいいように見えるけど、テレビゲームではないしチームの輪ってところはね、当然監督の中では考えなきゃいけない部分ではありますよね。11月1日、メンバー発表とワールドカップの、そのメンバー予想をしていきたいと思います。ベースにしたのはアメリカ戦のスタメン、はい、まあ、ここからまずこの選手は落ちないだろうという選手を、ピッチに置いていこうかなと思います、はい、まあ硬いのは三笘選手、うん、キーパーシミット選手、はい、どうでしょう、田中碧選手。そうですね、エクアドルで出た選手たちは軒並みっていう感じはしますね。感じですか。じゃあちょっとそれでまず貼っていきましょうか、はい、上田選手、町野選手がちょっと、そうですね、古橋選手、はい、まあここは3人で南野選手、はい、ちょっと相馬選手も置いておきましょうね、はい、で伊藤選手、長友選手、選手、あと谷口選手、山根選手、はい、まあ原口選手もちょっとここに置いておきましょうか、あと柴崎選手は入れておきますか、ここす、ね、一応、はい、24あと2人、なんかまあ、あと2人キーパーはまずですよね。フィールドプレイヤーが1人しか、後ろからいきましょうか、うん、まあ第 3GK が、まあ、誰になるか、ね、今回4人招集されていて、ね、いや僕はもう3人体制で行くならもう川島選手かなとは思ってますね。なるほど、はあ、第1はキーパー、僕はね、ここは谷選手に行ってほしいな、僕は、うん、編集長は、僕は川島、あ、理由ちゃんとあります、はい、昔、はい、川口選手と鳴崎選手の、はい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 、争ってた時、第3次元小島さんいたんですよ、はいはい、やっぱり98年そのライバル関係な2人のこう、うん、うまく中和をしてくれるというか、はいはい、そういう存在が必要、うん、なるほど。だ今、まあ、要するにあれですよね、権田選手が今回の9月シリーズでちょっと怪我もあって、うん、シュミット選手が株を上げたと、うん、で要するに正キーパー争いがちょっとまたにわかに熱を帯びてきたと。そうです。だからこその川島選手ってことです。そうです。なるほど。でわかんないんですよ。ただ、はい、谷選手が選ばれる可能性ももちろんあるんです、はい、その場合は、はい、森保監督が本当に、はい、権田選手か、うん、シュミット選手、うん、どっちかにもうスタメンもう確約してる場合、はい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 、いうかあくまで予測してる。2対1だと俺の負けかな。じゃあこれ川島選手かな。じゃあどうですか、うん、でもあくまで森保監督が、うん、編集部の、うん、好みというよりは、うん、森保監督が誰を選びそうかなっていう視点で行った方が、はい、予想ってとこですね、いいかなと思います。そしたら川島選手かな。まあね、このキーパーの3人の何点ですか、うん、割って結構重要ですから ねチームにとってはね、そこがこううまくやれてるかどうかみたいな。でディフェンス今のところは8人、はい、まあ、基本的には、ね、ここまでだやっぱりね、最大の多分注目のポイントになるのは板倉選手です、ね、ここを入れるかどうかですよね。一応この間もボルシア MG の関係者がまだ間に合う見込みはあるというふうに言ってましたので、うんうん、膝ですか、靭帯切れたんですけども、まだ可能性はあるみたいですね、やっぱりね。いや、戦術のそのなんていうんですか、対応力というか経験値で言えば、うん、多分ここと比べればもう全然板倉選手の方がもう大きいと思います。うんうんうん、で今回だから吉田選手も言ってたのは、うん、まあ、伊藤選手なんかは6月シリーズはまあ左サイドバックでやってて、はいはい、今回センターバックでやったんですけど、ね、両方試した感じですよね、最後の最後で。ただこの戦、まあ、伊藤選手結構クラブでも3やる時とかもあって、うんうんうん、だから
この4のセンターバックで、それも森保ジャパンのこのやり方を、うん、この今9月シリーズで覚えてた段階だったんで、うんうんうん、かなり結構難しいところはあったはずだよねと吉田選手的には。だからそこの経験値で言えば多分板倉選手の方が全然、いきなりこの大舞台になった時でも、うん、俺は伊藤選手は外せないと思うな。板倉選手云々ではなく、どっちかっていうと板倉選手の枠を争ってんのは谷口選手なのかなっていうイメージかな。その結局まあ左サイドバックでもセンターバックでも一応使える目処が立ったんで、伊藤選手が。であとやっぱり日本で最初にちょっと足りない高さっていうところがあるし、で長友選手がまあ基本左だけどブラジル戦で右もやってたから、右にもで回される想定もあるので、そうなるとまあ、やっぱセンターバックと左サイドバック両方できる選手は大事だなと思うので、まあ、それはありますよね、うん、谷口選手なのか板倉選手なのかっていうところなのかなって気はしてますけどね、うん、なるほど、はい、まあとりあえずこの現状ね、これで今25なので、うん、とりあえず板倉選手は入れた状態で、うん、これで25ですね、はい、上に進んでみましょうか、まあ、このボランチ、はい、これでも旗手選手がこの9月で2試合出番がなかったってとこ考えると、もう普通の理論で考えると怪我人が出ない限りはないんだろうなという見方になっちゃいますかね。あとはもうセルティックでの活躍次第ですよ ね。もうすっごい活躍したってなったらですけど、まあ今はほぼほぼ。これ柴崎選手はこの9月シリーズのボランチで僕一番やっぱり評価が良くなかった選手だと思うんですよ。それでも入る？うん、僕は入るとは入る。まあ森保監督のこのチームとしての なんていうんですかね、この役割、うんうん、まあやっぱり彼チームずっとこう立ち上げからやってきてますしまあ周囲のね、入るか、まあ、模範になれるような性格だから、そういう意味ではね、このね谷口選手もね、うん、彼も多分森保監督に結構こう重宝され、まあ力も十分にある選手ですし、なんか彼なんかはこう試合に出られなくても、うん、やっぱりそのなんていうんですか、常に準備することっていうのはもう絶対に怠らないタイプなので、はいはい、なるほどプロフェッショナル、ね、そうなんです。だからそういう意味合いではこの2人もね、多分森保さんの中では、なるほど、うん、でも確かにその26人登録メンバー選ぶ作業って能力だけで選ぶわけではないじゃん、正直、極論で言えば、そうなんですね、極論で言えばその能力だけで選んだ方がいいように見えるけど、テレビゲームではないし、うん、チームの輪ってところはね、うん、当然監督の中では考えなきゃいけない部分ではありますよね。個人的には俺柴崎選手外れると思ってる。お、外れると思ってる。編集長逆張りの白鳥。9月の試合を見て、はい、あ、見切ったと。うん、おー、なるほど。いや、あれは厳しいと思った。なるほど。正直もう川島選手、長友選手、うん、吉田選手、うん、原口選手がいれば、うん、まあ、経験ってところはね、経験ってところでのこう伝えたりするメンバーも十分かなと、そういう役割は柴崎選手には、うん、もしいらないとなったら、うん、でピッチで戦力になるかならないかっていうところでは、うんうん、今だったら旗手選手で、旗手選手を推す理由としては、これちょっと森保監督の意向ってところとはちょっと外れちゃうんだけど、うんうん、川崎の、はい、一員ですね、フロントアレゼの、うん、はい、だここが森保監督は本当にこの川崎勢をどう考えてるかがわからないんですけど、うんうん、最終的にチームがうまくいかなかった時に、うん、もう監督もパニックって、うん、もうどうメンバー組んだらいいかってなった時は、うん、もう俺川崎勢をもう中心しちゃえばいいと考えてるんですよ。なるほど、なるほど。要するにもう監督の指示がね、そんなになくても、うん、即興で彼ら、うん、多分できると思う。感じ合えるところでってことですよね。そのためには旗手選手必要だなと思って。なるほど。まあポリバレントな選手だしね、うん、そのチームこういうこうメジャートーナメントに行くときに1人か2人欲しいタイプの選手ではあると思うんですよね。そうなんですよ。中盤もできるしサイドバックもできるし、うん、7だったら2列目もできる、うん、っていうところで考えると欲しいタイプではあるけど、そこのギャンブルを森保さんが犯すかどうかですよね。そうなんです。そこでやっぱ森保さんがどうするかって視点に立つと、うんうん、
っぱりちょっとまだ遅いのは、ちょっと前言撤回じゃないですかそれ。いや、ここが難しいところで、だから個人の希望になる部分が少し多くなって、うんうん、あんまりその森保さんはこう川崎勢のユニットを大切にした方がいいと個人的には思うけど、そこにこだわった采配もそこまで見せたことはあんまりないし、まあ、そんなにないですね。ただ結果論として最終予選のオーストラリア戦も森田選手、うん、山根選手、三笘選手の得点なんて、うん、ね、あれ川崎勢だからこそのゴールだし、うん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 、結構こう重要なパーツかなと、うんうんうん、でこれ予想はあくまで森保監督がどうするかなってなると、やっぱり本田の意見が一番こう的を射ているってところになると、じゃあ外しましょう、服部選手は申し訳ないですけど現状では外しておきます、はいはい、あとここの中盤はあれですね、 4-3-3 も どれくらい使うかっていうのにもかかってきそうな気もしますね、うん、これでもこうやってみるとさ、この2列目とセンターフォワードってさ、ワールドカップ経験者一人もいないんですよ。いや、そうなんですよ。これが僕はやっぱちょっと不安で、でその9月シリーズの、まあ、2列目は、まあ、ほぼこれなのかなって印象はあるんですけど、センターフォワードは45分ずつさっき言った通り4人出ましたと。ただ誰一人点を取れてない、プラスポストプレーの大事さ、2列目のこの足元でボールを受けた方が生きる選手たちが前を向いて勝負するにはやっぱポストプレーが欲しい局面が絶対出てくると思うんですよね。で、まあ、上田選手はある程度それやりましたけど、うん、ちょっと経験値的に、まあ、そこまであの絶大な信頼を受けないってなると、僕はやっぱ大迫選手最後選ぶんじゃないかなとは思いますけどね。いや、もう第一に言った通り、やっぱ経験者一人いた方が絶対いいし、うんうん、でやっぱりセンターフォワードでやっぱりゴールを奪ってないっていうところも、うん、いや、その守備のそのね、前田選手が本当に守備すごかったし、 あれはあれで計算できるけども、また攻撃の局面はちょっと違った考え方もしなきゃいけない局面が出ると思うの でもちろんあの4年前みたいに大迫選手が絶対的なエースとしてっていうシチュエーションがもはやコンディション的に難しいのかもしれないけども、まあ、ヴィッセルでちょっとね試合にも出て点を取るようにもなってきたっていう状況を考えると、最後この4人体制になってもおかしくないかなって感じはしますけどね、イメージ的には。まあ2列目に関しては現状では、まあ南野選手が相馬選手入れるかどうかですよね、うん、現状ね、これ今貼られてる27人なんですよ、うんうん、あれもうあれなんですか、浅野選手はもう、浅野はちょっと厳しいんじゃないかって言われてるんだよ。浅野選手も板倉選手と同じですよね、うん、状況的には膝の靭帯を怪我していて、どうなってくるかですね。だから浅野選手の場合はセンターフォワードやりながらウイングも、まあそうなんですよ、ね、2列目の多分左右でもね、うん、特に右の方がいいのかな、そうなんですよ、使えるとかって考えると、うん、浅野選手がベストな状態だったら、うん、古橋選手じゃなくて浅野選手の可能性はあるよね、当然。だ前田選手、古橋選手、うん、浅野選手、うん、3人が選ばれることはちょっとないかなと思ってて、うん、タイプ的に、うんうんね、あ、前田選手は古橋選手は浅野選 浅野選手、まあ、スピード系って意味ですよね、うん、浅野選手がベストだったらやっぱり古橋選手じゃなくて浅野選手だと思う。その子のこのチームのやり方っていうところと、やっぱ広島時代からあの、ね、森保さん、さんが信頼を置いてきたってとこ考えると、浅野選手の膝がもし治るんだったら古橋選手じゃなくて浅野選手っていうチョイスになる気がしますけどね、うん、プラスウイングでも使える、うん、古橋選手ね、最近代表戦でやっぱ結果残してないし、うん、そこはそれでいて前田選手みたいに、そのある程度あプレッシングでは相当役に立つなみたいな印象も残せなかったので、当然ね個人の問題ではないけど、このチームの中でどれだけ機能するかってところをやっぱり9月も示せなかったので、そう考えると浅野選手がベストなら、まあプレーできるコンディションだったら浅野選手って選択が当然出てくるかなと思いますけどね。ね、左サイドもね、相馬選手がね、まだ可能性を残したプレーをしてますし、うんうん、まあ、これで現状いくと29人
ここから3人外さなきゃいけないですね。3人マイナスですね。これじゃあこれ後ろから決めようか。板倉選手が間に合うんだったら僕は板倉選手だと思う。谷口選手と板倉選手は、うん、ここ、うん、ただ間に合うかどうかは当然分かんないのであれですけど。難しいね。センターバック5枚ってあんのかな。いやない。でもちょっと気になったのは3バックをちょっとやってたじゃない、うん、9月に。なんかセンターバックの駒がより必要になってくるシチュエーションは当然あるよ、ね。まあ、だからセンターバック5枚、まあ、中山選手とかもやるけどね。3バック他とのバランスですよね、うん、他のポジションのね、うん、こう厚く入れておきたいのか。こっから上で3人外さなきゃいけないからね。それかまあ中盤原口選手なのか柴崎選手なのかみたいなチョイスになってきちゃうし、ね、いやでもまあ1ここで1枚ここで1枚ここで1枚のが、ね、バランスはいいですよね。人数バランス的なね。いや相馬選手とかは、うん、ある意味で原口選手との争いになる可能性はあるよね。そのちょっと守備の局面で頼りになるサイドの選手というか、うん、ウィングバックも兼任できそうなタイプ、うん、っていう意味では、うん、相馬選手と原口選手がもしかしたら枠をから争う可能性はあるかもしれないよね。こうやってみると原口選手はね絶対外れないと思う。そうなるとうん確かに、ね、センターフォワードから1枚か2枚を外さなきゃいけないからね。あの原口選手はね押す理由は鎌田選手だったり久保選手だったり、うん、こうちょっとキャラクターの濃い選手とすごい、うん、あの仲がいい、はい、でもう考え方が本当に大人になってきてて、うん、インタビューを聞いていても、うん、サブでも本人はね絶対嫌だって言ってるけど、たとえサブに回ったとしてもこうチームとして戦えるちゃんとやるべきことをちゃんと、ね、立場を分かってるっていう意味では、うんうん結構キーマンかなと。2018年の時でいう本田選手みたいな立ち位置になるのかな。ピッチに出れば僕は仕事すると思ってるんで。仕事するしってことですよね。そうなるととりあえずセンターフォワードから浅野選手なのか古橋選手なのかどっちか選ばなきゃいけない。だから怪我のリスクをどう考えるかだと思う。怪我をしててまで連れていくかどうかっていう、うん、だから14年の内田選手はもう一応レギュラーでっていうところで無理をして連れてった、うん、この浅野選手板倉選手浅野選手はもう現状厳しいんじゃないかなって。なるほど。状態がちょっと読めないところありますよね。読めないところがあるとだ板倉選手はすごい難しいところで体調万全ならレギュラー抜擢もありえそうなレベルだから、うんうん、どうなんですかセンターバックでちょっとこう読めない選手、うん、怪我で、うん、これは難しい選択になりますね。森保さんは ね状況だな。だしその冨安選手をちょっと右サイドバックで試したとか結構、まあ、伊藤選手も6月にセンターバック左サイドバック、うん、でこの9月は、センターバックで試したとか、うん、ちょっとバリエーション増やし始めたじゃないですか、うん、この半年で、うん、森保さんが、はい、だから、まあ、いろんな想定はされてるはずですよね。だから当然ちょっと申し訳ないですけど山根選手をこう外して、うん、右サイドバックは長友選手と冨安選手でここを補うって考え当然あると思うんですよ、うん、ていうかできるようなシチュエーションを作ってきたこの2ヶ月でそういうことも当然ありますよね。だからあんまり現実的じゃないかもしれないけどその2番手3番手をポリバレントな選手で補うとかっていうシチュエーションも当然あると思うん で板倉選手もちょっとねあんまりやってないけどボランチで試したりとかもしたし、いずれにしてもディフェンダーは8枚かな。人数的にはそれが9はちょっと入れすぎな感じはしますよね。やっぱ相手考えた時に、うん、日本は前のカードは持っときたいなと思っていて、これだからこの何だろう9月の30日ですか今日、はい、9月の30日っていう状況を考えると、はい、谷口選手かな、うん、でここはちょっとあとは板倉選手が、うん
のコンディション次第かな。でちょっと状況が変わってくるかもっていう感じですかね、うん、今。いやそうなるとやっぱ相馬選手かっていう感じにはなりますよね。まあフォワードかだからここかっていう感じにはなってきますよね。見たいし、なんかやっぱ色が違うじゃない、ね、この2列目の中で。すごく守備でも貢献しながら献身的なプレーができるっていう意味では、もう俺だったらもうここ外すけどな、うん、俺だったらボランチ4枚難しい、難しいです、大変森保さん26になってもなかなかそうですよね、まあ何人になっても大変だよね。いやそうですよ、監督の選び方は多分本当に、まあこれまでの実績と経営、ね、あの選ばれたところを考えるのでやっぱ、ね、ここが抜けていくとは思うけどね、まあ、これがスタンダードなもしかしたら26人多分相当スタンダードはそうなと思います、はい、だもはやこれで大阪選手が呼ばれたら大阪選手がサプライズですよね。まあここまで呼ばれてなかったですから ね、うん、ね。ちなみにあの9月の招集メンバー予想した時に、はい、大迫選手9月呼ばれなかったら本大会いないってことを言いましたけど、それは撤回してもらっていいですか。いやいや、それは、はい、あのこの時まだ怪我してなかったはいはいはい、怪我をしてない状態で呼ばれてなかったら、なるほどなるほど、呼ばれないよっていうことなので一応撤回させてもらったんです。それね、見ていただいた方もねいるはずですからね、うん、そうそうそう。僕らもこうやってちょっと予想するときにやっぱ悩むじゃないですか。で森保さんはもっと悩むと思うんですよ。でもやっぱこうやって全体で見てもいろんなキャラクターの選手がいるけど、やっぱこうレベル的な平均的だと思うんで、そこまでスーパーに突出した選手は多分今いないので、だからやっぱこうチーム全体として戦うっていうコンセプトのもとで、どういうシチュエーションでこういうタイプの選手が欲しいとかっていうとこがなんかやっぱ大事になってくるなと思いますね。やっぱりだから僕がさっき相馬選手を押したのは、守りきる局面の時にウィングバックも前のウィングみたいなポジションもできるからっていうところで押したくなったし、この三笘選手を先発で出した時に、じゃあ彼以上のものをジョーカーとして出せる選手は他にいるのかってなった時に、ブラジル戦みたいに例えばセンターバックの選手をサイドバックに回して三笘選手対策みたいなことをしてくるのかどうか、攻撃の軸を誰にするかで、うん、もう決まってくるかなと、うん、